こんにちは。バイクジャーナリストの小林幸です。この企画は b d s というですね、バイクのオークションの会社があるんですが、その BDS が運営するプレミアムオークションというコーナーがありますで。普段はですね、皆さんこちらに入ることができないので、この動画でですね、どんなバイクが出品されているか、えーね、あの皆さんのバイク選びの参考にしていただければと思います。そして加盟店の皆様におかれましては、今のですね、オークションのトレンドを知っていただく機会にしていただければと思います。えー、皆さんですね、でもこのね、オークション会場、今ね、 後ろにもちょっと気になるバイクがいろいろ並んでいるんですけれども、見てみたいですよね。えー、見てみたい方はですね、月に1回だけ一般公開の日があります。予約制なんですけれども、ぜひですね、そちらをご利用していただければと思います。ということで皆さんですね、まずは気になると思います。こちらのレーサーレプリカ、こちらから紹介いたします。こちらのバイクは、スズキの RGV250 ガンマの2型です。 で、こちらね、オールペンだそうなんですけれども、94年に発売された、この250のガンマの、と多分ですね、そのさらにレプリカだと思われます。ご覧のようにですね、 ラッキーストライクカラーがついておりますけれどもその前年93年にですねケビン・シュアンツというねあの AMA スーパーバイクとかあのアメリカ出身のケビン・シュアンツという選手が世界グランプリでチャンピオンを取ったんですけれどもね皆さんご存知でしょうかねあのノリックとかともねこのなんか鈴鹿でバチバチやり合ったというねそのケビン・シュアンツ選手が乗っていたラッキーストライクカラーになっておりますラッキーストライクってね もう、もはや、若い方だとね、何のことやらかもしれないんですけれども、まあ、当時ですね、このタバコマネーというのが、モータースポーツでいっぱい流れていました、えー。マルボロとかですね、このラッキーストライクとか、ウォロワーズとかいろいろついていたんですけども、鈴木は結構ね、長年このラッキーストライクカラーで走っていたんですよね。はい。そしてですね、こちらの出品車両なんですけれども、まあ、あんまりカスタムされてないんですが、チャンバーが このタイガという、ね、ブで当時のねこのレーサーレプリカはもちろんですね250で、えー、このアルミツインスパーフレームそしてですねガルアームというね鈴木はガルアームって言ったのかなこの、えー、スイングアームがこう曲がった感じくの字に曲がったようなね感じでこれによってその強度を出すというようなものをつけてたんですけれどもそういったものになっております。あとはですね、これ 後からカスタムされたと思うんですが例えばこのブレーキのホースがですね、これどっちかな R 図かどっちかな、このメッシュのホースに変わっていたりしますと,あとですね、再起と走るための装備という感じでこのブレーキのキャリパーがまずですね、このケ、e、k 4ポットていうやつですかね。あの ピストンがね、径が違うというものがついております。で、マスターシリンダーがまあ別体型というかね、リザーバータンクがこの別についているっていうのがなんかちょっとね、レーシーなイメージになっているんですよね。と、あとね、フロントフォーク、これ、これも多分後付けだと思うんですが、もう手でね、しっかりこの、えー、コンプとかかけられるようなタイプをつけております。と、あとはですね、左側、クラッチレバーなんですが、その大元のこの 例えばダイヤルなんかもですね、だん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 こう走ってる間にクラッチのこのストロークがね、ちょっと変わってきたりするんで、この指でね変えられるようにっていうので、ね、これがねついたので結構当時ね画期的だったなっていうような記憶がございます。まあ、そんな感じでね90年代のレーサーレプリカ、あの当時のですねこの技術のねめでる。 という意味でも結構希少なバイクではないかなと思います。今ね、NSR とかすごく流行りつつありまして、なかなか手がね、届かなかったりしますけれども、このね、鈴木もね、この往年の名車ガンマというのがね、ありますのでね、当時のこう、2ストロークレーサーレプリカ興味ある方は、ガンマなんかもね、えー、ぜひですね、見てみてる、見るといいんじゃないかなと思います。 今回はレーサーレプリカ祭りっていう感じになってきましたけれども次に紹介するのがホンダの NSR250R の5型の SP ですはいご覧のようにですね先ほどそのタバコマネーがと言いましたがこちらはホンダはねロスマンズカラーが長らくですねスポンサー カラーとしてね、えー、あったんですけれども、これ純正のロスマンズカラーとなっております。でこちら出品車両なんですが、えっ、ー、と、走行距離的にはだいぶ浅いんですけども、数千キロっていう感じなんですが、見た感じはね、あの、正直だいぶやれてます。 で、さすがにこれ5型ですからね、まあ90年代ということなんですが、おそらくまあどっかにね、ずーっとしまって眠ってたんでしょうねという感じなので、もちろんですね、なんかこう、各所こう、まあやれているなと。しかしながらですね、これ私、もうこの、えー、オークションの車両紹介の仕事も、まあ長年という感じになってきたので、ちょっとプ,レプロファイリングしますと。はい。こちらね、あの、 サーキット走行だけを軽く楽しんでただけの車両ではないかというふうにお見受けしております。で、その心はね、やっぱこのカスタム具合ですね。はい。で、えー、っと、サーキットもしこれレースとかでガチでやってたとしたら、えぇ、ー、前々回ぐらいも言いましたが、例えばこのグリップなんかをですね、ワイヤリングで止めたりするんですが、その痕跡がない。あとは、えー、サーキットガチでもし走るとすれば、確実にこの透過式の このステップはですね、変えると思うんですね。ところが変えてなくて、しかもゴムで結構踏んだ跡があるので、まあこれね、普通に峠だけではこういうこう、ステップワークを、えー、なんかね、ちょっと感じさせるような痕跡っていうのは、まず、えー、出てこないんですけれども、ちょっとそういう感じがいたします。だけど、スポーツ走行されてたんだろうなっていうところが、えっ、ー、と、まずこれですね、ハルクプロのね、えー、チャンバ、ー。 に変わっているというのがあります。はい。これでね、ハルクプロがついております。あとはですね、えっ、ー、と、リアサスがね、これ、オーリンズになっていて、しかも、あの、奥村さんのステッカーが貼ってある。サスペンションのね、あの、中南として有名な奥村さんのステッカーが貼ってあるということなので、まあ、それなりにリアサスもですね、やろうとしてたのかなと思います。そして、フロント周り。先ほどのガンマもありましたが、これ、手でね、これ、 調整ができるというものを後付けでね、こうやって青い、この、えー、アルミのパーツが付いていると。まあ、そのぐらいにとどまっているかなというところで、まあ、軽く、峠走行よりは、まあ、一応、さっきと走ったかもねという痕跡あるんですが、そんな感じの車体です。で、えー、おそらくね、20年、30年、まあ、眠ってたとは思うんですけれども、これ貴重だね、5型の SP ですから、まあ、ぜひですね、これ、 もうちょっとね、あの、いろいろ仕上げて、まだまだですね、ベース車両として楽しめるんではないかなという一台だと思いまして、ピックアップをしてみました。そしてですね、今日なんかちょっとレーサーレプリカ祭りという感じなので、この後ろにもですね、並んでおります。はい。この2台もね、なかなかのなかなかですけれども、まあ、兄弟車と言っていいと思います。まず、私の前にあるのが、 ホンダの VFR400R の新潟で。こちら初年度登録が平成3年ということですから、92年 ?3 年 ?4 年なんかそんぐらいですね。はい。でこれもとってもですね、綺麗な状態になっております。で、こちらね、なんかね、逆シフトチェ注意って書いてあるので、で、あの、ステップがね、えっ、ー、と、アルミの この削り出し可藤式じゃないものに変わってますから、まあ多分このサーキット走行とかね、をしようとしていた車両なのではないか。もしくは、あの、ファッション逆シフトの場合もあるかもしれませんね。はい。ということで、こちらが v x r の 400R2 型です。そして、この後ろにもう一台。もうちょっとね、顔つきが新しくなってまいります。こちらはホンダの RVF の400です。で、初年度登録が平成の12年ということなので、こちらはもうね、ギリ21世紀までね、こういったタイプがあったんですねっていう感じなんですけども、もうこれは確実にですね、レーサーベース。 レプリカと言っていいとは思うんですが、レーサーベースとしても非常に活躍した車両で、で、まあ、ギリネ、ね、ーマ、まあ、SP400 とかそういったクラスがあったんですけれども、そういったその入門クラスのレースに出るためのベース車両でもあったと。なので、このテールカウルがですね、あの、ゼッケンがね、もうそのまま、こう、貼れるような、 デザインにね、こちらね、なっているんですよね。はい。ということで、えー、2台のその、えー、VFR、そして、兄弟車、RVF、こちらがですね、なんと、並んで出品されているというね。まあ毎、毎週思いますけれども、私、あの、眼福ですね。もう目の保養という感じで、毎週毎週楽しませていただいております。続きまして、私が気になった車両。 ちょっとね、懐かしいのを紹介しようと思います。まずね、私の目の前にあるのが、ホンダのシャリー50です。こちらですね、80年代ぐらいに、まあ、いわゆるこう YH 戦争の走りがですね、まあ、ラッタッタとかね、パッソルとか、ああいう、えー、もっと細いフレームのバイクがあったんですけれども、それよりもですね、だいぶ頑丈にあって、 で、でもちょっとまたがって乗るタイプ。そしてこちらのシャリーは株系のエンジンをね、使ってますので、まあしっかり走るということで、えー、いろいろ荷物も積めるし、しっかり走る。でも、えー、ご婦人がですね、スカートのままちょっと乗り込めるみたいなタイプの非常に人気があったモデルではあるんですが、さすがにね、今ね、この辺はね、なかなか出てこなくなったなということで、シャリーが。 出てきました、はい。そしてですね、この、その横をぜひともですね、皆さんに見ていただきたいです。もうね、これ一番人気だったんですが、このミントブルー、ミントグリーンというのかな、の、えこのバイク。 ホンダのズークです。え、1990年に出たって言うんですけれども、今見てもね、かなり斬新ですし、まあ、なんか、レトロな感じ全然しないですよね。で、このズークなんですけれども、ズークのためにすべてこう、新設計みたいな、えー、ものでですね、デザインが特に本当にすごくて、なんならこのタイヤ見てください。はい。これ今でもね、売ってるらしいんですけれども、この足ア跡アマークのタイヤ、ね、濡れてるとこ行くと、この、 タイヤマークがね、ペタペタ。まあ、つくんだろうと思いつつつかないんですけどね。はい。こういったね、可愛らしいタイヤになっています。で、ところどころですね、もういろいろこう、えー、このズークのマークもね、可愛いんですけれども、メーター周りなんかもね、すごく凝っていて、丸っこいね、この文字になっていたりします。で、気軽に乗れるね、50cc。まあね、いろいろこう、えー、2000、 なんです二十何年問題とか言って、その原付 50cc があって、皆さん騒いでますけれども、安心してください。原付の精度は変わりません。 はい。メーカーがね、作るのちょっともうしんどいよって言っている段階なので、まあ今売ってるものは乗れますし、免許持ってる方は、えー、これからもずっと乗れます。なのでね、こういったこうズーク、特にこれね、ホンダですからね、えー、まあ直そうと思えば直せるだろうなという気がいたします。はい。こういったものをね、えー、これからも楽しむのっていうのもね、楽しいんじゃないかなと思います。ということでね、えー、今回も色々ですね、私の気になる車両、 でなんかレーサーレプリカとちょっと懐かしめのやつをピックアップして。 選んでみました。でこの BDS バイクセンサーではですね、こういった、えー、私が気になった車両のほかですね、皆さんがね、探したい車両が多分、えー、見つかるであろうというね、えー、巨大なですねあの、バイク選びのサイトがありますのでぜひですね、バイクセンサーでバイク選びをしてみたりあとは加盟店さんに相談してみるとですね、えー、オークションからね、ちょっとね、探してもらえるかもしれないということでぜひですね、皆さんのバイク選びの、えー、もう、ね、あの参考にしてみてください。 いただければと思います。ということで、また次回お会いしましょう。